さあママテラの時間です。2021年になって初めてのママテラということで、改めまして新年もどうぞよろしくお願いをいたします。お願いいたします。いやー、明けましたね。明けるもんなんですね。はい、新しい年なんですけれども、うん、どうですか、今どんな気分ですか。いやー、やっぱこれはもうフレッシュいやー、フレッシュな感じ。皆さんは今年もどんな感じでいこうかな。今年も、うん、そうですね、今年は、うん、みんなの笑顔を見たい、うん、もうなんか立候補しそうです ね, ね、今年こそはね、今年こそは ね,、うん、もう ね, ね、もう本当明るい日本、本当、うん、明るい日本にしてほし い, しい、ね、うん、でも本当はね、このアクリル板もなくなるような世の中になるとね、うん、いいなと思いますけどね、うん、はい、でも本当に今年も去年ちょっとね、なかなか大変なこともいっぱいあった分、楽しい明るい一年になるといいなと思ってます。ママテレはこんな感じで皆様にゆるっとした笑いをお届けできればと、ね、うん、さあということで、はい、去年もですね、新年の抱負といいますか、今年の抱負っていうものを決意表明をしました、はい、覚えてらっしゃいますか。 もちろん、うん、覚えてらっしゃいます。ふわっと、はい、ふわっと。まみちゃんは、うん、なんかこう落ち着きのある余裕のある女性になりたいなという目標を、うん、そうですね、はい、実際どうでした。いやー、なかなかですね。余裕ってどこにも売ってないですよね。本当です ね, ね、だからこそ自分で努力しなきゃいけないなっていうのを痛感した1年でした、うん、なるほど。ニカちゃんは何と書いてある。あ、私はもう見たまんまのラブ、うん、ラブラブ強弱をつける。強弱をつけて、うん、実際は私は1年間絶対にこう全うするんですよ、目標を、うん、あ、だからきっと愛は届けられたし受け入れられたと思います。いや、わ、達成。確かに、まあ、このママテレを通してたくさんの方にミカちゃんは愛を届けたんじゃないか、うん、笑いを届けたんじゃないかと思いますね、うんうん、あんなにユニークな料理コーナーはないという。ちょっとなんか1年間覚醒もありましたね。覚醒した私。お、どこに、何を。着地点を見つけませんでした。私ってどういう人と思ってません。ちょっと日本語がよくわからないんですけど質問ですか今。アクリル板のせいですね聞き取りにくいですね。聞き取りが、はい、うん、もう一回お願いしていいですか。私をどういう人と思っていますか、そしたらこういう人って確立しませんでしたかっていう話です。編集でうまくお願いしますもうね、うん、編集頼みはやめましょう今年は、ね、伝わらないんですもん。自分でまとめましょう。わかりました、はい、だからマイナスじゃないですか私のイメージって。でもできる子なんだなっていうのが少しは皆さんに伝わったんじゃないかなということです。はい、自己評価高めで行ってまいりたいと思いますけれども、ということで今年もね、ぜひこの決意表明をしていきましょう。いやー、ということでもう事前に書いてきてもらったんですけれども、まあ、いろんなワードが浮かんでくると思うんです、うん、今年どんな年にしようかなとか、これを頑張ろうかな、まあ、そういうのをまあパワーワードとも言うそうなんですけど、それをたくさんまずは頭の中から出してもらうということで、はい、出してもらいましたので、お二人ともちょっとまずはまみちゃんから見せてもらいましょうか、はい、私のパワーワードはドン、はい、こちらです。いっぱいあるね、はい、いや、書き出してたらやっぱどんどん浮かんできますね。いろいろ、まあ、遊ぶとか楽しいとか笑いとかあるけど、うん、父母親戚っていうのは何だろう何何私宮崎にも夫の家族がいますし、うん、離れた大分にも自分の家族がいますし、去年1年間コロナで会えなかったっていう期間も含めて、やっぱり会えるって、連絡が取れるこの時って大事だな、大切だなって実感したので、よりこう仲をね、会う会わない別にして連絡いっぱい取ったりとか距離感を縮めていきたいなって思います。でもなんか自分が母になると、ね、親のありがたさとか親戚のありがたさとか、うん、小さい頃無償で遊んでくれたいとこのお兄ちゃんとか、なんかいろいろ思いません、ね、そうですよね、うん、本当は人とのつながり、ご縁をさらに大事にしたいなと思います。はい、素敵。ということで、まあ、これをまとめたものが決意表明になるんですけど、はいはいはい、いっぱい笑う、うん、自分の時間作り、うん、そして週3でヨガに行くよ。はい、ラストは具体的です。なるほど。あれはもう継続がね、私本当去年できなかったので、うん、続けるって大切だなって。そうね、もう週3、もう数字を具体的に出しました。なるほど。週3回ヨガ、はい、ヨガ、うん、でもなんかこの3つ見てると幸せな感じになるな、ね、頑張ります。はい、でもいつも笑顔だけど、はい、今年もより笑顔をね、見せてほしいなと思います。よろしくお願いします、はい、素晴らしい。さあ美香さん、はい、まずは脳内をさらけ出していただきましょう。パワーワードの方を、じゃん、
もうハートだもん、囲みが見づらい。え、なんで？なんでですか？おばちゃんには見づらいんだよな。美とかラブとか輝きあるけど、美が2回あるんだね。そうですね。やっぱり自分が美しくいたら全てが引き寄せられるのかなと。あ、なるほどね、に尽きる。で、やっぱり遊びたい、遊べなかったんで去年が、あれね、出れなかったので、やっぱりね、私たち仲良しじゃないですか、もっと仲良くなりましょうかね。そうね。それは号令ですか？もっと仲良くなるぞ。なるぞ。おお、ね、行きましょう。真ん中ぬくもりって書いてあるのもニカちゃんらしいって思った。ね、触れられなかった、そうだよね、触れられなかった、なんかもう寂しい1年でした ね、 ね、なんか本当こんな私でも泣いちゃったんですよ。たどたどしいけど泣いちゃったんですよ。ひかちゃんもね、長いんですけど、日本は長いんですけどね。出ない言葉が、はい、はい、ということ で、 ということで決意表明は、はい、あ、笑顔でいたい、輝いていたい、美しくいたい、痛い3、3です。痛そう。そっちの痛いじゃないですよ。あ、でも今そうなんじゃない？2020からあなたは輝いてましたよ。だからそれを持続、何ですか今のは、何ですか、誰か号令かかったんですか今。ウィンク、なんかウィンクしてみ、まみちゃんがよくするからしてみようと思ったんだけど、なんかただのなんか瞬きみたいなやつうまくできなかった。もうでもいいんじゃないですか、ね、そうです。子供にも、お母さんはずっと笑ってたねっていうイメージをずっと続けてたいなと思うんです。いつもママ笑ってたよねっていう、そういうことで美しさ、輝き、笑顔、今年もこの 3-3 で、うん、さっきからの 3-3 っておっしゃってるの数字の3と3ということで、結果6ということで、私もね、ちょっと気になった。ちょっと気になりますね。3、3ってちょっと気になる。よかったです、言っていただいて。視聴者の皆さんもちょっともやっとしたんじゃないかなと思って。もやっとした。まあまあ、パワーアップ足して6です。そうです。ありがとうございます。はい、ということで、今度は私のパワーワード。なんだ？もうこれ欲望の塊なんですけどね、今年はあえてちょっと引いてみようと思います。まず、ゆとりを持ちたい。それからね、まあ、人に優しくなんですよ。私人にも自分にもちょっと厳しい傾向がありまして、そうですか、今年こそ優しくなりたいなと思う。それと真ん中、その潔く、潔くありたいじゃないですか。なんかこううだうだしたくない、決めたらとことんみたいな、こうちょっと侍的な。でもそこが本当かっこよくにつながってくるかもしれないですね。ということで、でも真ん中に一番大きく書いたのはやっぱ楽しみたいなと、ここですよ。まあ、年齢もね、50歳を過ぎますと、だんだん人生の残り時間を考えるわけです、そうすると、あ、まだこんな風に楽しんでない、あれもしてないな、なんて。多分ね、ふさこ姉さんあたりが深くうなずいてるんじゃないかなと思うんですけど、共感していただける方も多いと思うんですね。ということで、ぜひこれをそれはもう楽しみたいなと、自分と向き合って楽しみたいなとですいうことで、決意表明はこちらとなります。じゃん、まさに人生を楽しむ、人に優しく、そして自分の時間。いや、そうですね、輝いていたいというのは3人共通かなと思いますね。なんか笑顔で輝いていたい、特に去年本当にいろんな大変なことありましたので、今年は笑顔でみんなね過ごせるといいなというふうには思います。はい、ということで、特に具体的なね、痩せるなんていう目標がないのがずるいでしょ。ね、あれれ、このスタッフ厳しいから、ほら痩せるって言ってましたよねみたいな。去年そういえばなんかダイエットしたね。ありましたね。ありましたね。もう今年こそは、はい、ね、言わんのかい。決めないんです ね。ということで、これ結構ワードをいっぱい出すと面白くない？面白いです、意外と自分こんなこと考えてたんだとか、このワードからこのワードに派生するとか、より目標が立てやすくなりますね。なんか性格も分かりません？なんか意外と欲張りなんだなって。ねえねえねえ、新年初回からディスり合うのはやめましょう。違う、意外と欲張りなんだな。欲張り子ちゃんです。なんかね、すごい面白いなと思って、みがちゃんは割ともうあれだね、禅の域に来てるなと思いましたよ。もう達観しちゃってんのかなって。わかります。梅田二冠ワールドがもうね。ごめんごめん、みかちゃん、わかりやすい言葉で言うと、いろいろ大変なことを経て、
割とこう無欲の状態に今なってるのかな。そうですね、決めたんですよ、できないことは決めないっていう風に決めたんですよ、できないことは決めない。じゃあ私そんなに日本語のやり取りするんだよ。でもらっていいですか、どういう意味っていう。いや本当自分、私ほんなに日本語伝わってない感じですね、はい、もう今お気づきですか、年を超えてお気づきですか。はい、よく子供育ってますよね。いや割と子供はそこでしっかりするらしいです。すごいとうちの娘が言ってました。しっかりしてる。結構子供はそういうお母さんの抜けてるところを見てしっかりしてくれるので、あいいと思います。みんなそうそう、ちょっと肩の力抜いて楽しくやっていけるといいなと思います。ぜひ親子でこのワードを出し合いながら楽しめるといいんじゃないかなと思います。以上、決意表明だったかなでした。頑張ります。